初代順弾尺、サー・エドワード・ジョン・ポインターは、イギリスの画家、デザイナー、ソビオカ、アート・アドミニストレーター、建築家、アンブローズ・ポインターの子として、パリで生まれる。イプソイッチ・スクールとブライトン・カレッジで教育を受けるが、それ以前にも、ロンドン、ローマ、そして、パリでは、シャルル・グレールの下で学んでいた。彼の名が広く知られるようになったのは、イスラエル・イン・エジプト。 ビジット・オブ・ザ・クイーン・オブ・シーバ、キング・ソロモンといった歴史を題材とした対策群であった。ポインターはいくつもの公職についていた。ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンの初代美術講座教授は彼だったし、ナショナル・アート・トレーニング・スクール校長、ナショナル・ギャラリーのディレクター、1876年にはロイヤル・アカデミー会員にもなった。1896年にロイヤル・アカデミーの 総裁だったジョン・エヴァレット・ミレーが死ぬと、ポインターはその公認者となり、騎士号も送られた。1902年には順断尺を受尺した。1866年、ポインターは、美人姉妹として、有名だった、マクドナルド姉妹の三女アグネスと結婚した。姉妹の次女ジョージアナも著名ながか、エドワード・バーン・ジョーンズに嫁ぎ、長女アリスは、 詩人で文学者のラドヤード・キップリングの母となり、4ジョルイーザは首相を3度も務めた、スタンリー・ボールドウィンを生んでいる。1995年の11月から12月にかけて、彼の母校であるブライトン・カレッジがポインターの個展を開いた。バースと画廊所蔵の絵画、それに、ライフ・アット・アーム・ス・レングスと題されたスケッチが展示された。日本には、 世界の若かかりし、頃がある。エジプトのイスラエル人、ビジット・オブ・ザ・クイーン・オブ・シーバ。ありがとうございます。